中京競馬場中京競馬場は愛知県と夜明け市にある競馬場。施行者は日本中央競馬会及び愛知県競馬組合。管理者は名古屋競馬株式会社。基本的に中央競馬では毎年1、3、7、12月の4開催26日間にわたってレースを開催。非開催時は競馬場内場外発売所。 パークウィンズ中京競馬場として発売、払い戻し業務を行っている。かつては地方競馬も開催していたが、2002年以降は競馬開催を休止しており、場外発売所としてのみ使用している。馬場自体は原則年中無休で営業しており、コース内部は遊園地として平日も開放している。2020年は京都競馬場改築。 東京五輪開催協力などの観点から、春季は3月のみの開催となり、夏季の7月分は、阪神競馬場と開催日程を入れ替え、秋季の9月開催でいった。2021年も京都競馬場改築、東京五輪開催協力などの観点から、平年の1回京都、2回京都前半、3回京都後の12日、3回阪神前半、4回阪神を、 大体開催し、例年通りの3月12月と合わせて、年間6回45日間開催予定。新設された、ゴール前の坂中京競馬場付近の空中写真。現在のコースに回収される前の写真である。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成中京競馬場付近の空中写真。 1987年撮影の2枚を合成作成。かつて1コーナーに存在した芝1400メートルのポケットがあるのがわかる。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成中京競馬場がリニューアルオープンし距離設定を変更後、芝3000メートル、障害芝3900メートルは使用されていなかったが、 2021年の京都競馬場改修に伴う代替開催によって初めて利用された芝コースダートコース障害コースいずれもはコース改修で新設された距離回収前は芝コースダートコースともに中央競馬で唯一平坦、小回り、左回りの3条件が揃ったコースであったコーナーは半径は前半で大きく後半で小さく取られている スパイラルカーブを採用。このため、中京豪車と呼ばれていた馬も少なからずいた。障害コースは、第3コーナーから第1コーナーに向かうタスキーコースが、ある他は専用コースはなく、芝コースに仮設の竹柵を置いて、レースを行っていた。一周距離は芝、ダートとも、福島競馬場と並び中央競馬の競馬場では、最も短いが、ゴールまでの直線は、 中山競馬場よりわずかに長かった。3から4コーナーにかけて緩やかな上り降りの坂があり、ゴール前200メートルからゴールまで緩やかな上り坂になっているが、ほぼ平坦だった。芝コースダートコース障害コース補足印の距離の競争は、改修前の時点では施行されていなかった。芝1000メートル、1700メートル、ダート1600メートルについては、 出走可能等数が他のコース設定より減るためである。なお、芝2800メートルは1994年に京都競馬場の改修工事による変則日程の関係で、通常では阪神競馬場の芝3000メートルで行われる阪神対象展が中京競馬場で行われた際に使用されたが、施行されたのはこの1回だけである。会場当時は、 砂コースしか存在しなかった。この砂コースはアメリカ合衆国の施設を参考にして建設された。砂コースは現在のダートコースとはやや異なるもので、当時の重症競争の記録等でも砂と表記されている。1970年に砂コースが芝コースに改修され、1974年に長距離コースがダートコースに改修されている。 かつては1コーナー付近にポケットがあり、芝線4 0 0メートル、3000メートルの設定もあったが、1993年のスタンド増築時に廃止された。また芝線6 0 0メートルの設定もあったが、こちらはスタート直後に2コーナーのカーブがあって、危険とされたため行われなくなった。なお、芝線4 0 0メートル、芝線6 0 0メートル、 芝3000メートルの設定は2012年の改修で再設定されている。中京競馬場は JRA 直営の多球場とは異なり、スタンドの一部を除き、名古屋競馬株式会社が施設を所有し整備している。この会社は競馬法により、東海地方に国営競馬の開催場をという行為に応えるため、1952年8月に設立された。 翌1953年8月に競馬場が完成、農林省と施設貸借契約を結び、第一回国営中京競馬を開催することになった。現在は所有する競馬場の諸施設の修繕等のほかに、競馬場近接地にある競馬客用駐車場の管理、運営を行い、JRA の行う中京競馬開催日のイベント PR 活動に協力している。なお、 名古屋競馬場を運営する特別地方公共団体の愛知県競馬組合とは別の法人で愛知県等の地元自治体や名古屋鉄道などの地元企業が出資する非常場の株式会社である。また中央競馬に馬主登録しており活躍した持ち馬にグリーンサンダー、名系ペガスター、名系ダイハード、名系エールなどがいる。勝負服は緑、青袖、 白山形日本林現在は冠名として名景を馬名に使用している。京都競馬場が2020年11月から2023年3月にかけて改修工事を行うため一部の重傷競争が東京馬場で施行される。2020年度2021年度2021年度施行レース順に並んでいる。1953年に 国営競馬の中京競馬開催が開始されると、同年10月8日から愛知県競馬組合が主催する地方競馬の中京開催も始まった。しかし、1993年の施設改修後に利用量が大幅に引き上げられたため開催日数は徐々に減少。2002年の正月開催を最後に中京での地方競馬開催は休止している。 ただし開催権は引き続き、愛知県競馬組合が保持しており、地方競馬全国協会でも、地方競馬の競馬場の一つとして明記している。1971年から1995年までは、全国の地方競馬で唯一、芝コースを使用して、レースが行われていた。現在は、名古屋競馬場のダートコースで行われている、春日詰賞や東海大歌賞のほか 1989年には、中央、地方全国交流競争、名古屋市政100周年記念も芝コースで行われていた。中京開催を行っていた頃は、地方競馬招待を勝った、リューアラ・ナス、オールカマーを勝った、ジュザブロー、テレビ、愛知オープンを勝った、トミシノポルンガなど、中央の芝でも活躍した馬が、多数いた。中央に移籍して活躍した。 ステートジャガーやヒカリでゆるのほオグリキャップも、笠松所属時に芝の中京ズキを買っている。かつては、笠松競馬に所属していた騎手の安藤勝美も、中京の芝コースは乗り慣れていた。現在、中京競馬場では、名古屋競馬、笠松競馬開催時の場外発売のみ、行われている。高松の宮記念ファンファーレ演奏一般競争、特別競争、 重賞では、小倉競馬場と同じ、西日本ローカル用ファンファーレを使用する。GI 競争では、京都競馬場、阪神競馬場と同じ、関西 GI 用ファンファーレを使用する。特別競争、名鉄杯では、名鉄電車のミュージックホーンをアレンジしたファンファーレを使用する。レース発送前には、名鉄ブラスバンドによるファンファーレの生演奏が行われることもある。 2012年現在は、ペガサス、ツインハットの2スタンドが使用されている。現在のメインスタンドである、ペガサスは2012年2月4日にプレオープンし、同年3月3日の第1回中京競馬初日でグランドオープンした。2011年10月に新スタンドの愛称を公募した結果、ペガサスとなることが決まり、それに合わせて、 中京競馬場のマスコットキャラ、ペガスターが採用された。ペガサスには、国内の競馬場としては初めて屋根に、太陽電池パネルが設置される。パネル面積は720平方メートル、年間発電量は約12万キロワットで、競馬開催のない平日であれば、競馬場内のほぼすべての消費電力を賄える。また、中京競馬場は、 東海地震発生時の広域避難場所に指定されていることから耐震性能についても耐震基準の25%増しとされている。4階に B 指定席と車椅子指定席がある。いずれも屋外指定席となっている。地下には勝馬ビューと呼ばれる検量室を一般のファンが見られるゾーンも設けられた。東京競馬場のホースプレビューと 同種市の施設だが、中京では、地下馬道等の間隔がないため、ガラス越しにダイレクトに兼量室の様子を見ることが、できる。西側に隣接する塔型の建物。1993年に、旧メインスタンドが大改修された時に増設され、正門から見た形状が帽子を二つ並べたように見える、ことから、ツインハットの愛称がついた。6階建てで、6階には馬、場所。 来賓席、4階5階には、A 指定席、3階には、シニア席、1階には、シニアサロンがある。ペガサスオープン時に6階の S 指定席は廃止された。2015年に、6階に、I シートとラウンジシートがオープンした。指定席については事前に整理券を配布して、発売を行っている。高松の宮記念、チャンピオンズカップ、有馬記念当日は、 A 指定席は6時過ぎ、B 指定席も8時までに配布終了することが多く、多場 GI、中京競馬場での重傷当日は、指定席は9時前後に売り切れることが多い。控開催時には、A 指定席を1席500円で発売している。在来スタンドとも呼ばれる。1970年に完成、1993年に大規模な改修を行った。 2010年春開催をもって閉鎖解体された。5階建てで4階には B 指定席と C 指定席、5階には C 指定席があった。同スタンドは老朽化に加え1981年の建築基準法施行令改正に伴い大幅に強化された耐震基準に適合していないという問題を抱えていたため、ペガサスへ建て替えられることになった。 出展、JRA 公式サイト中央競馬レコードタイム、中京競馬場出展、JRA 公式サイト中央競馬レコードタイム、中京競馬場芝コース芝コースダートコース、ダートコース障害東海地震に関する注意情報が発表された場合には、開催を中止し、勝ち馬投票券の発売と払い戻しを停止することになっている。二千二年八月より名鉄七0系車両が、 保存され、パノラマステーションの愛称が用いられている。運転席の見学もでき、場外発売日にはミュージックホーンを推命することもできる。中間車である7092号は座席をすべて取り外し、改装の上ビッフェとしてオープンした。ビッフェパノラマとして営業している。3月の第2回開催では、主場では、機常機会が少ない多くの新人ジョッキーがデビューする。 2010年1月時点で、リットを所属、通算1000勝以上を挙げている、藤田真二、4位、広文、福永雄一の初起場は、中京競馬場である。1日の入場客数のレコードは、中京競馬場初の GI 競争開催かつ参観馬、成田ブライアンが出走した1996年5月19日の高松グーバイである。スポーツ新聞、競馬新聞や、 レーシングプログラムにおいて、出馬表の過去成績欄には、名と表記されるが、これは、中だと中山競馬場、京だと東京競馬場か京都競馬場と誤解を招く恐れがあるためで、中京競馬場の所在地に近い名古屋市から取っているとしている。かつては競馬場に旧車地区が存在し、競争場の調教が行われていた。 京都競馬場や阪神競馬場の収容能力が限界となったために設置されたもので、1969年8月、立東トレーニングセンターの設置により、立東に集約移転された。なお、立東トレーニングセンター開設の際には、中京競馬場所属の旧社が第一人として移動した。ここに旧社を構えた、長教師の中でも、星川泉氏は、 1958年第18回の大政ホープ、1959年第19回のウィルデイールで、サツキ賞連覇を成し遂げたことで知られる。また、アトラーブルやフサイチコンコルドで知られる、小林ミノルが旧社を開業した際も中京所属で、後に、第1回、高松の宮杯に、春作王で勝利した際、小林は、縁ある中京の新設重賞を、 どうしても勝ちたかったと語っている。ちなみに、この小林は国営住居競馬の勝利機種第1号でもある。ありがとうございます。